プログレスバーの一例プログレスバーのアニメーションプログレスバーとは長時間かかるタスクの進捗状況がどの程度完了したのかを視覚的直感的に表示するものでグラフィカルユーザーインターフェースの要素の一つであるしばしばダウンロードやファイル転送のようにパーセント形式で表示される際に使われるプログレスメーターとも呼ばれる プログレスバーの外観形態としては、左から右へ満たされていく、水平方向のバーで、進捗率を表すものがよく使われている。タスク完了までの処理量や時間が予測できないなど、タスクの進行の割合を表すことができない状況で、使用される場合、一定幅のカラーバーが、全体のバー内を繰り返し移動するアニメーションといったような、未定プログレスバーとして表示される。 このバーは進行の総量がいっぱいになるのを示すのではなく現在進行中であることを示す動きとしてインジケーターの役割を兼ねた働きをしている。マイクロソフト Windows ではこの表示状態をマーキースタイルと呼ぶこともある。また、MacOS、iOS、Android や Microsoft ウィンドウズ8などではプログレスリングやスピニング待機、カーソル、スピニング待機アイコンのように 進捗率表示や不確定状態の待機アニメーションが円管や樹図のような形状で表示されるものもある。HTML5 では多数のユーザーインターフェース要素が新たに標準化されたが、プログレスバーもプログレス要素として追加された。ありがとうございます。